で、ヒープコンボで軽く出しながら、よし強い。裏来るけど、これカウンターしていく。怖いな、つんよ強い。はい、みなさんこんにちは、エルツです。よろしくお願いします。ということで今回なんですけども、もう今回シンプルに環境トップヒプノス使っていこうということで、まあ、というのもね、僕結構対戦動画ってあんまりガチデッキ多くない方だと思うんですよね。なんか超耐久ルシファーとかね、あとなんかボルトヒール耐久したりとか、結構ね僕のデッキの好みが偏ってるのもあってネタ寄りが多いんですよね。なのでたまにはこういうね環境トップシンプルに使ってもいいんじゃないかということでヒプノス、はい、まあ僕が思う環境トップですね。もちろんそのリアンがね結構多いとかもあるんですけど、ヒプノス何気にね勝率高いんですよね。うん、で新着でもありましたけど、データによるとヒプノスが1位だったらしいですね。ただあれって一応まあ上位1000位以内のデータだけじゃないですか。で最近ねシーズンレポート出まして、4月号のシーズンレポートがね出て、その中でヒプノスダイヤモンドマスター全体で見ても勝率2位なんですよ。暗黒に次いで2位なんですよね。でしかも使用率も2位なんで、これは間違いなく総合力で言ったら環境トップなんじゃないかということで、ヒプノスを使って今回はね、もう環境トップ力なんで、無双していこうと思います。では早速やっていきましょう。さあ行きましょう。おー、吉野だ。ってことで、もしかしたらさっきの前置き話してる時点で、あれって思った方、いるかもしれないんですけど、実はですね、まだ声の調子が戻っていません。まあ、声っていうか喉ですね。若干声がかすれてると思います。若干っていうかだいぶだいぶかすれてると思うんで、声が聞き取りづらいかもしれないですけど、もう今日はちょっと許してください。はい、いやなかなかね治んなくてね、喉が。昨日のね新着取った後からねずっとこんな感じなんですよね。さあ吉野カットしたのはでかいよと。あ、これはフリンデルかな。おい、フリンデル置いて、なんかもし今後ねなんかこういうガチデッキ使ってるところてかガチデッキの動画もうちょっと上げてほしいって声があったら、まあ、本数増やすと思うんですけどね。もしなんかそういうのあったらコメント欄にください。楽しく戦えればいいけど。お、来た、空風林。てか僕思ったんですけど、4月の段階でヒプノス、まあ、上位1000以内だと勝率1位じゃないですか。なのに空風林を追加するっていうね、うん、大丈夫それみたいなそう、ヒプノス強化しちゃってないみたいなね思いましたけど、これはバイセかな。いやー罠かな、罠だな。はい、罠置いて、ちょっとねマニアコンボバケモンなんで決勝いきますか。あいつね最低ライン3500最大4000なんですよね。コンボマジバケモンみたいな性能してるんで、ちょっとねあれを残すとね死にます。はいあれを残すと死が待っているので、もうあいつはね即下死。これバイセかな。はい、相手次で罠回収しなかったら金馬に当ててもいいけど、どうかな。あー、ただ危ないか、オーラ持ってるんでオーラ捨てで濁される可能性があるな。多分普通に回収してきたね。その声聞き取りづらいもそうなんですけど、僕ちょっと喉の調子が悪いんで喋りづらいんですよね。ちょっとね若干喋りにくい感じにはなってるんですけど、来たねー、テュルラ、いけ。よし、でこうやってね空風鈴ちょっと手駒に持っておけると、バリアでね使える可能性も出てくるんで、僕は結構空風鈴引いたら手駒に持っておくことが多いかな。まあもちろん事故ってたらね出したりはするんですけど、強い。でこういう時にバリア展開できるんですよね。バリア選択して、でヒープコンボで軽く出しながら、よし強い。
ただビナが怖いかな。ビーナスだけちょっと怖いけど、ただ金馬が入ってるんでビナはなさそうですけどね。オッケー、これで金馬のターンはまだか、長いな。暴れさせてもらおう。飛ぶんか、ちょっと待って、飛ぶ、飛ぶよな、大丈夫だよな。これガトラやつが良かったかな今。危ない、よしよしよし、強いね、安心感がすごい。さあ行きましょう、2戦目リアンツィール来ましたね。使用率1、さあこれに勝ちたい。うわお手駒が暴力、手駒の暴力がすげえな。これもうこれ初手でしょ、こんなん。もうこうして成り打ちにトゥールラー投げてヒプラス A を消して、これはもうそれで行くしかないな。さあどうする、ワンチャン X 来るかこれ。いやさすがにいないか、悩んでるが、来たー、 X 来た。これはどうしようかな。まあでもトゥールラーでいいっすよね。はい、裏打って、ただ普通にねエンリルとか入ってると怖いですよね。いやー、ウィブサニア出てきた。ザフキ置いちゃうとね B3 に濁されて、でザフキターン切れた瞬間にウィブコンボで殴ってくる可能性高いんで、一旦ヒプレイかな。なんでここウィブサニアコンボ一回許容して、でもう一回つなげようとしたところにザフキ張ろうか、多分その方が良さそうかな。なんならここで一回ね B さん来なかったね来てくれたらカットできるねって言おうと、つおつおって言っちゃったわつおじゃなくてつおって言っちゃったわ。あ、これ罠で良さそうだな、死なないよね、大丈夫ね。さすがに飛びはしないよね。だって回復も入るし、さすがに大丈夫だと思う。さあ、これはもうだいぶ相手きついんじゃないか？裏来るけど、これカウンターしていく。怖いな。強よ。強い。火力高すぎるな、ウィブサニア。最近あんま見ないかなと思ったけど、現役ですね。まあ、こっちが召喚でね、ウィブサニアのコンボが刺さったのありますけど。よし、強いね、でもヒプノス。安定感がすごいね。さあ、行きましょう。来ましたね、バフデッキ。これは有利ですよ。いやマジで安心感すごいね。だってどの対面に当たっても基本強いですからね。まあ罠系はちょっときついけど、それ以外なら大体いけるって感じやね。バランス系デッキにも強いし、まあバフ系には有利ですからね。うん、貫通された貫通されていく。これどうしようかな。なんとも言えないっすね。まあこうしますか。はい、トンネルムね、いまだに持ってないんですよね、こっちの貫通の方かな。欲しいんだよなトンネルム。そう、なんかね最近来た4シーズンガチャかな、一応引きはしたんですけど、今日フェイルノートやる気がすごいね。その10連引いたんですけど出なかった、収穫ゼロ何も出んかったわ。やっぱ甘くないねガチャはね。さあこれはもうフェイルノートでいいかな。さあここで置きます。でおそらくポーリクスですね。はい、
まじ安定感すごいな。これっけ、僕最近ヒプノスあんまり使ってなかったんですけど、やっぱ改めて使うとね、もう体感でわかるこの安定感ね。マジなんかこれで10連勝するまで終われませんとか言われてもできそう。絶対やんないけどね、絶対やんない。僕がそんなんしたら多分5年ぐらいかかるんでやんないですけど。安心感すげー。ロックマルカーね、まだこれは、これはシェムケリー消しながらダブコンロックしていいんじゃないか。こうクフに行きましたね。回復入る。この HP 差よ。でまだヒプノスあと1ターンでバフ残ってるからね。これずるいよな。これマジずるいね。これでここをまあバリア張ってもいいんですけど、まあデバフあるし回復も入るんで、まあバリア張らずともおそらく耐える。いやーさすがに強いっすねこれね。これは勝率1位になるわけだ。これは強いわ改めてね。これもさすがに届かないですからね。イシュタル来るけどデバフかかってるんで捕食も下げてますよと。そしてバイツでフィニッシュですね。はい、これで飛ばしていくと。いやー強ぇこのデッキ。なんだこのデッキ。さあ行きましょう、転結来ましたね。 HP 大体同じぐらいですね。お、ベルグリ引いたよ、いいよ。さあちょっとね、喉が苦しくなってきたんで。いやでもヒプノスね、やっぱ勝てるからね、動画の撮影時間がいつもよりもねめっちゃ早い、めっちゃ早い。もう3試合取れてるからね。さっき4連勝したんで、さあベルグルがね相変わらず強いと。初手4000で、まあ、次ヒプノスだね。成り打ちから来るかな、転結ならどうなんですかね。悩んでいるが、うん、成り打ちから来ましたね。ヒプノスここで置いちゃうと2ターン分カット食らうけど、まあいっか。いや一旦あそこ行ってからにしようかな。一旦こうしてからにしよう。一旦こっち置いてボルトヒールします。で次置きましょうか。そうすればねカットが一旦分になるんで。悩んでいる。変置きするか左下 X の可能性もあるけど、エルヴィン置いてきたね。まあここかな、さすがに。はい、置きましょう。まあこのターンはカットされますが、まあ次からは入るんでね。しゆきいけー。これはうーんですね。これはうーんですね。まあバイセかな。ここのバイセ消すとねヒプノスコンボがつながるんで、それは嫌なはず。なんで消されない読みですね。多分大丈夫でしょ。金マモン、金マモン来ちゃったか。お、こっちも S 引きましたね。テュルラ4ターン長いんだよな。
本当にね、マジでこの金魔物の4ターンが長いからね、体感多分5ターンぐらいはある。これヒプノスと同じぐらいあるわ。角を切ったいけど金魔のコンボは繋がせたくないな。やだな。とはいえ D に置くとヒュプに当ててくるんで、ただ返しシールドがないなら別にそれはいいかな。うん、イーリアエリカ打ったんで、まあ、80% にはなるけど結構食らうはずなんですよね。でガタナイズコンボ得なんで、わお、角に置いても間置けないね。なんでこっち置きます。シールドウンディーネもあるからね、多分耐えれるんじゃないかな。さあ間置けない、コンボ動線も組めないね。これはじゃあそれはバイス消せばいいだけなんで、でまあウンディーネ張って耐えるかな。あ、これで陣雷来ても大丈夫と。さすがに届かないはず。これを耐えて、よし完璧で飛ばしきると。ちょっと遅いなフェルノート、これで飛びますね。よし強い、いやマジ強い、ヒプノスマジ強い、これさすがだわ。さあラストいきましょう、リアンツィール来ましたね。さあ現環境より一番多いデッキ、リアンツィール来ましたと。手駒ちょっと微妙だなこれ。まあ多分罠か座吹なんですけど、どっち切った方がいいかな。座吹かな、いや罠かな、いや座吹にしよう。ただフェイルの音はめちゃくちゃ心強いですね。相手おそらく銀シルを引いてきました。よしこれカットするのはでかいと。で、まあ、ヒプノスを普通に置いていきまして、でまあフェイルノートカードとかでいいんすかね。次はい守護者と。まあフェイルかなこれは。さあフェイルノートいきます。まあまあいいとこじゃないか、悪くない悪くない。よしそこにコンボ強いのがね来たらちょっと怖かったんですけど、ウンディーネなんでまあまあ大丈夫でしょう。で罠置いて、で防御をね雷撃で貫通しましてと。おおメルソラ、そう今回欲しかったんですよねメデューサマジで。いやマナグリのね方使ってみたかったんですけどね。おっとこれはこれ始まったぞ、始まった、ヒプフェイルルラ始まりましたねこれ。でこの回復はいずるいと。なかなか特殊穴が反応しないな。コンボ動線組みたいですね。なんでこうかな。で A4 からの3枚で返すと罠が反応するんで、さあどうしますかと。お普通に返してきた。これ飛ばせはしないかな、さすがに無理かな、無理そうだね。なので
旦ちょっとこれブラジルだけ怖いな。ただ消しちゃうとあれなので、ロックしながらさやかつなぎでいいかな。そしたら、いや、バイスにしよう。ここで火力出しておかないと次飛ばない可能性あるんで。でちょっとね、エンデが2枚返しとか怖いけど、ロックでよかったかな。マイティならロックでよかったかもしんないな。あぶねえ。危ない。はい、ということで今回ね、ヒプノス使っていきましたということで、まあ相変わらずですね、もう安定感抜群の強さでしたということで、ぜひ皆さんもね、ヒプノス使ってシーズンマッチでポイント盛りまくってみてくださいと。はい、最後噛みましたけどもね。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。